3年ぶり4年ぶりのハワイです。できなかったので4時までプラモアナショッピングセンターでプラプラしようと思います。でまずは私がハワイについて一番最初にすることをしに行きますか。あれですか、はい、マカイマーケットへ向かいます。ご飯を食べたので、今から滞在中に必要なものを買いにアラモアナセンターに行きたいと思います。結構さ、アラモアナショッピングセンターマスクしてる人多くない？半々ぐらいかな、ね。ターゲットはね、まず水着を見たいんだよね。水着がさ、結構安くて可愛いのいっぱいある。なんかいいのあるかな。あ、可愛いこれ25。この辺クリアランスセールだ。$50。これシンプルな黒のいい。$18。これもいい。これやばくない？家に起きてこれ。家？ベランダに？これ何リットル入んの？
687ml。 20時間冷たくて4時間あったかいってよ、ね、これ相当ずっと冷たくなる。すごい、ね、すごい。これめっちゃいいじゃん。かわいい。なんかさ、こういうこのボトルさ、こんな飲めないのに欲しくない？これかわいい、ね、色かわいい、ね、うん、色かわいい。これ黒気が合うじゃない。いいね、なんか色使いが日本と違うね。うん、え、ボードゲーム売ってるじゃん。え、これ何？アボカド投げ合うやつ。これもしかして、アボカド投げ合うやつ。ほら見て見て、ほら本当に、ほら、なんか投げてるもん。ほら、すごい危ないじゃん。アボカドの戦争って書いてもん。で、私子供の時にターゲットでさ、こうやって寝具買うのが一番楽しみだったの。こういう、可愛くない？これこういうのが本当に好きだった。これ、かわいい。サマーセールしてる。こういうのいいよね、セットみたいなさ、着やすくて、こういうのとかさ、こういうのとかハワイで着たい。34度です。元値が70度になってる。あ、え、これかわいい。98度。おお。でもちゃんとしてるよ。ちゃんとしてる作りが。かわいい、これこれかわいい。これ絶対帰ってからも使うわ。これ68度。あ、あれ、あら、あ、素敵なんだけど。これ98度。えー、いいね。まだ1日目ですかね。まず一旦ね、一旦ここ、そう、一旦ここを見ます。これとか可愛いじゃん。これ200ドル、1人。可愛くない？これ歩くたびにかかとが内側に入るあ、こういうこと？確かに。あ、え、これ可愛い。あ、さっきの同じビンス。買ったグアバ。オープン。え、すごいんだけど。え、今回泊まるお部屋はデラックスルーム、簡易キッチン付きパーシャルオーシャンビューというタイプのお部屋です。ドアから入ってすぐのこのスペースがすごく広くて、このスーツケース、大きいスーツケース置いても全然まだまだこれぐらいスペースがあります。で、ドア入ってすぐのこちらがクローゼットルームですね。全身鏡で、全身鏡の真裏のこの扉の先には
バスルーム。バスルームがすごく広くて、まず入ってすぐにこの洗面台が、でこの洗面台は2つ並びの2ボールタイプなので、これすっごいいいですよね。あの朝の時間、支度の時間に渋滞しなくていいです。アメニティはナチュラビセ、これはバルセロナ発のスキンケアブランドのものですね。でこれはボディローションとシャワーキャップ、あとはこの中に綿棒とか爪やすり、あとはコットンとかが入ってます。でこれはソープかな、ハンドソープ、ドライヤーと、あ珍しい、結構海外のホテルって歯ブラシがもう置いてなかったりするんですけど、トランプホテルは歯ブラシがちゃんとアメニティであります。でトイレ、あとやっぱ嬉しいのはこの浴槽のスペースがこんなに広くて、しかもちゃんと深いんですよ。これが海外の浴槽って結構浅いから、なんかどうしてもゆっくりお風呂つかれないんですけど、これはかなり嬉しい。でこのシャワージェルとかシャンプーもナチュラビセのものです。このソープもナチュラビセで、ここ浴槽の隣にシャワーがあります。でこのスペースが金庫とかあるスペースで、バスローブが、あとスリッパもあります。ソファー、そして簡易キッチンがあります。今回は10泊のステイなので、全部外食すると食費がとても高くつくので、何食かは自炊したいねという話になり、コンドミニアムタイプの部屋を探してトランプホテルに決めました。キッチン見てみます。コーヒー類もあって、クリームと、あと塩コショウもある。あとはこれはコーヒーメーカー、すっごい大きいんだけど、クッキーがあって、あとはこれ多分あれだよね、滞在中のお水汲みに行くやつ、汲みに行ってこれでなんだろう、プールとかビーチとか行ってねってやつ。冷蔵庫開けてみます。あ、広っ冷蔵庫が。お水入ってる、あ、お水入ってる、お水と氷も少しで、ちゃんとグラスとかお皿類がしっかりあって、ちゃんとお皿もあります。ちゃんと料理するようにボウルとかお鍋とかグラタン皿とかもあります。ワインオープナーとかナイフ類があって、え、すごいんだけどハンドミキサーとか見て、ケーキ焼けちゃうんだけど。わあ、ジュースもある。ファーマーズマーケットで果物買ったらここでジュース作れるね。わあ、カラトリもめちゃくちゃ充実してる。トースターもあるし、キッチンツールもある。このベルエ、おー、オーブンレンジに2口コンロで、食器洗うスペースがあって、ゴミ箱2つと、あとお皿を洗うスポンジ、これ食器洗い洗剤か。一通り料理ができるように揃ってるみたいです。そしてキングサイズのベッドがあって、テレビと、この辺は何も入ってないからお洋服入れたりします。あとはミニデスクがあって、
そしてこの部屋が一部オーシャンビューだったんですけど、これを開けてみると、全然十分すぎるぐらいオーシャンビューなんですけど、これのどこが一部なんだろう。最高です。結構ベランダも広くてかなりスペースがあるし、ラナイに出ても隣の部屋の人の気配を一切感じない作りになってます。上もこんだけ天井高くって、今回私たちがトランプホテルに泊まったのはやっぱり10泊もするのでコンドミニアムを探していたんですけど、このトランプホテルの近くのインペリアルホテルがいつもの常宿で、そこに泊まりたいなと思って、空きを探してたんですが、ちょっとこの時期空きがなくて、いろいろ探した結果、彼がエクスペディアのゴールド会員でかなりポイントを貯めてて、そのポイントを使ったのと、あとはエクスペディアのゴールド会員だとこのトランプホテルに泊まるときにアップグレードしてもらえる確率が高くなるってことで、このホテルに今回は宿泊することにしました。ございます。夕方の5時半です。ちょっとお昼寝しました。あ、復活。お散歩に出たいと思います。見て。お、びっくりした。やっほー。暑いね。なんか前日までハリケーンがハワイの南側を付近を通ってたらしくて、そうで、なんか昨日までは相当波も高かったらしくて、ワイキビーチでさえ7メートルですか。うん、うわ、すごい。やっぱりいつもより波高い気がする。街ブラです。いや、この通りいいね。うん、この通りいいよね。あ、なんかやってるね。ファーマーズマーケットみたいなやってるよ。ほら、これ何、これ何、あ、ネームタグ、ジュースにしてくれるんだ。マヒナに見たいです。ここは結構大人っぽいリゾート服がいっぱいあるの。こういうの、あ、これかわいいな、素敵。バナっていう気持ちがあって、え、
あなた行きましょうみたいな。え、これ素敵じゃない？なんか光沢感あって大人っぽいね。寝たらすっきり。寝ちゃいけないんだけどね。大丈夫、あんたはまた寝れる。そうなんよ。私は昼寝をしても全然まだ寝れるんよ。ロスドレス来ました。ここいっぱいあるじゃん。え、普通に可愛いじゃん。あ、しかもここセットだし、いいね、いいねこれ。$17.99。これもめっちゃいいじゃん。大人っぽいね。だからノードストロームラックに行きます。これチーズケーキファクトリーは前まで結構空いてるっていう情報だったけど、今は全然ね、結構コロナ前ぐらい活気が戻ってる。No kage nai ya hikari ko ni karau na aru wana we. Cold storm rack. まずは水着を見つけたいんだが。ノードストロームラックでは靴を見ないとね。23から 3.5 なんですけど、多分6か6ハーフぐらいがちょうどよくて、かわいいね。6がぴったり。これもかわいい。$74。これすごいしっかりしてるんだけど、これすごい。で、形もかわいいし、ここがすっごいふかふかで履いててすごい気持ちいい。これすごい歩きやすい。こういうのも結構使いやすいですよね。$59。これも結構なんかクッションすごいから、絶対歩いてて足痛くならないと思う。ハグだ。かわいい。スリッパ。外履き。$59。あ、かわいいね。かわいいね、なんか。$35。もともと$60だった。半額ぐらい。え、ラルフローレンなくなってるじゃん。ビューティーフリーなくなったの、それとも今改装中なの、どっちなのって。え、ビューティーフリーないじゃん。あ、ロングストラックスちょっと見てもいい？塗るデオドラントと、あと歯磨き粉買わない？歯磨き粉買ってさ、使おうよ。あったあった。どっちがいい？何が違う？こっちがめっちゃ売れてるからこっちにしようか。$1.79。あとは、あ、これだ。私もこのやつのヌルデオドラントが大好きで、このダブのこのスプレーよりヌル派なんですよね。どれがいいかなって。あ、これがいい。ザクロ。これハワイ行ったら絶対買う。あとね、これも塗るやつもいいけど、これも結構よくて、
塗るのがちょっと抵抗がある人はこのスプレーもおすすめです。え、これ初めて見た。え、これいいじゃん、ドラゴンフルーツでも買おう。これ$3.59。あ、私は絶対にこれを持って帰るぞ。日本で買えないんだっけ。そう、 あと新しいこういうの食べてみたいんだよね。シナモントーストクランチとか。あ、このお試しの買ってみよう。これ食べてみたかったんだ、シナモントーストクランチ。あ、今日はね1日目だから軽くね、サラサラとお店をいろいろ見て昼寝もしちゃったりして、そういう感じだよね。で明日は朝一で朝食食べに行ったりして、結構アクティブに動くので今日は早くお家に帰ります。 ABC ストア38号店が結構一番大きいのかな。その ABC ストアはデリが充実してるから今からそこに行って、高橋果実店があるから寄ろう。ソルベを買って ABC ストアでポケを買って帰ろうとしたんだけど、もう夜遅いのでデリとか終わっちゃってました。なのでホテルのエレベーターで一緒になった人が持ってたピザが美味しそうだったからその箱にスライスオブワイキって書いてあって、そのピザ屋さんがまだやってるのでちょっとピザ買いに行きます。今のハワイ思ったより店開いてるよね。でも営業時間が短かったりとかするから結構夜は早めにご飯食べに行かないとご飯難民になっちゃうね。あれ？あ、これ？これじゃん？これじゃん？終わっちゃった？ああ、終わっちゃった。そうだね、やっと夜ご飯です今は10時です。スライスオブバイキキもやってなかったし、結果ウーバーイーツしました。これはパパジョーンズです。いくらぐらいだった、これ1枚$30かな。30ドルのチップかな、チップと送料。あとは ABC ストアサラダとお酒とジュースです。あれだね、今この時期は Google マップの情報が更新されてなかったりとか、営業時間が短縮されてるから夜ご飯を本当に早めに食べるか、ちゃんとレストランで予約した方がいいなと思いましたね。学びましたね。明日から気をつけます。いただきます。To put my mind at ease. No, no, no cares. You wanna come with me? Me and you go to our favorite tree. Are you ready now? We jump on a plane now. We're taking away. Yeah, we're taking away. Don't hesitate now. We're taking away. Yeah, we're taking away. We'll never come down. We're going away. Yeah, we're going.Facing a world.